なでしこジャパン日本女子代表の DF 清水梨沙が6月3日に行われる国際親善試合ニュージーランド戦に向けた意気込みを語った池田太市監督の下今夏に行われるパリ五輪に向けて強化を進めているなでしこジャパンスペイン遠征では5月31日と6月3日に五輪出場国のニュージーランドと連戦を戦う中 31日の1戦目ではいろいろな組み合わせや戦い方を試しながら田中美と古賀東子のゴールで2対0の勝利を収めた初戦をベンチから見守ることになった清水はチームとしてよりボールを奪いに行くところにフォーカスしている中新しいことを1戦目でやっていていいところもあったし課題になっている部分もあったと分析 アンカーの位置のところを使われるとより嫌になってくるんじゃないかと感じているからこそ、一人が一つのマークを見るだけではなく、ボール状況によってちょっとしたポジショニングがすごく大事になってくると自戦を見据えた。一戦目に出場機会を与えられなかったことで、今回はチャンスが巡ってくる可能性が高い。パリゴリンのメンバー発表前、最後の強化試合を迎える上で、 自身ととしししてチャレンジたたいことを口にした五輪に向けて試合は本当に限られていますしチームとして五輪前あと2試合なのでその中でチームの積み上げということは考えていきたい個人としてはこの2年イングランドでプレーしてきて自分がサイドで優位を持てればチームとしてゆとりが出ると思っている攻撃の中ではゴールに関わるプレーだったり 守備では1対1で奪うところを大事にしていきたいですし、実戦のところで突き詰めていきたいと思っています。一戦目を見て、出場したウィングバックの選手たちもすごくいいプレーをしていたので、自分も負けないようにしたいと強い決意を口にした清水。ニュージーランドを相手に自身の力をしっかりと証明することでパリゴリンへの道を切り開いていく。